はい、皆さんお元気でしょうか。空山 TV です。今日もやってまいりました。今日は4月24日の午前4時ということで、土曜日の休みの早朝 YouTube の撮影に臨んでいます。まあ会社員ですんでね、YouTube の撮影どうも週末にしかできないということで、今日は2本目の収録です。早速ですが、今日の話はですね、アフターコロナで必要とされる外国語は英語ではない、アフターコロナで必要とされる外国語は英語ではないという話をしたいと思います。それでですね、ここしばらくの間、まあ英語力の向上が必要というふうに言われてきたというふうに思います。まあ、逮捕されたゴーンさんが日産の社長になった時に、まあこれは英語力がないとまずいなというふうに思われた方も多いと思いますし、またまあユニクロさんとか楽天さんでもですね、社内の公用語は英語になったというのは記憶に新しいことだと思います。まあ最近のニュースでは、どっかの県の教員採用試験でですね、トイックの点数が何点か以上で、まあ試験が免除されるというのもニュースで知りました。まあ確かにここしばらく英語力を上げようという動きは本格化してきたというふうに思います。ですがですよ、これからの、まあ、日本のマーケットっていうんですかね、日本の経済、日本の国内の産業を見たときに、英語力をアップさせておけば安心という世界が果たして来るのかというところを考えてみたいと思います。まあこの点はですね、社会派ブロガーであるチキリンさんの書籍、マーケット感覚を身につけようですね、このチキリンさんの本、最近よく読んでいます。まあこの本でも指摘されていました。まあ、アフターコロナで英語力はどれほど必要とされるのかという点ですね。まあ、私自身はですね、中国とタイで約10年間過ごしました。昨年の4月に日本に帰国して、それから約1年、が経ちました。私の肌感覚ではですね、英語力の必然性は上がらないというふうに思っています。むしろその他の言語、その他の外国語が必要とされる時代が来るというふうに考えています。アフターコロナでの日本の GDP の伸び率の予想は先進国中で最下位ということです。まあ、それでもですね、ビフォアコロナでも、まあ、コロナ前でもですね、すでに日本の GDP は減少傾向でした。アフターコロナで日本の GDP が爆上がりする可能性はないというふうに思っています。まあ、それなりの経済の回復はあるとは思いますけども、まあしかしそうとはいえですね、まあ日本人は食べて、すなわち稼いでいかなければなりません。ならば何をもって飯を食っていくのか、何をもって稼いでいくのかという点です。やっぱり伸びるマーケット、需要が増えるマーケットを狙うしかないと思います。しかも供給が少ない分野ですね。まあ需要があって供給が少なければ、まあマーケットの大小に関わらず利益が見込めます。私は常々、まあ日本が成長するために必要なのは、東南アジアの活力をいかに日本に取り込むかということにかかっているというふうに考えてきました。まあ中国という14億人おられる巨大なマーケットであったり、まあ東南アジアの中心であるタイでの活気、上海、バンコクで経験した日常はですね、あらゆる面で東京をすでに追い越していました。まあこれからの日本では望めない巨大で活気あふれるマーケットが、まあ、中国とタイにはありました。それを肌で感じてきました。では今後必要とされる外国語は何かという話なんですけども、まあこの話の流れでいくと中国語とタイ語になるんですけども、まあここ1年間日本で過ごしていて、まあ富山の田舎ですけども過ごしてきて、まあ中国語、タイ語および英語が、まあ、必然かというとそうではないというふうに思ってきました。まあ、ちなみに私は中国での4年半、タイでのまあ足掛け6年ぐらいですかね。で、まあ約10年間、まあ、海外で、生活したので、まあ、それぞれの言葉はそれなりに話せるようになっていました。今はまあどちらともちょっと日本語はメインなので忘れてしまいましたけど、また思い起こせば話せるんではないかなと思っています。じゃあこれから必要とされる外国語は何ですか。ここで重要なのは、先ほどちょっと述べたどのマーケットに注目するかによって決まってくると思うんですね。私が注目するのはやっぱり
外国人技能実習生のマーケットというふうに考えています。コロナ前までは、まあ、技能実習生の日本への入国は年々増加傾向にありました。でもコロナで、飛行機が運休となって飛ばなくなって新規の日本への入国者数がゼロになりました。まあ、技能実習生の動きが止まったことで影響を受けたのが、まあ、海外にある技能実習生を送り出す機構、そして日本にある受け入れの機構、管理団体ですね。まあ、そして技能実習生の労働力を実際求めていた製造業であったり、農家さんであったり、まあ、介護施設さんであったりするわけです。まあ、送り出し機構も受け入れ機構、管理団体もですね、まあ、技能実習生の動きが止まることによって、まあ、受け入れ先の収入がなくなることで、まあ、相当、まあ、淘汰されているのが現状。まあ、廃業に追い込まれているところも、少なくはないというふうに考えています。じゃあ、これからワクチンの普及が進んで、まあ、飛行機が飛び始めると、間違いなく、日本の企業は技能実習生を待ってますんで、技能実習生に動きが出てきます。それもですね、アジアの、ね、技能実習生が日本の受け入れ希望先へとどんどん入ってくる時期が来ると思います。まあ、アフターコロナには、まあ、日本の受け入れ先の需要に変化はそんなになさそうです。となれば、まあ、淘汰された送り出し機構や受け入れ機構管理団体という供給側が大きな注目を浴びるはずです。まあ、そこに新たなビジネスチャンスが見えてくるというふうに思っています。まあ、GDP が先進国中で日本は最下位ですけども、まあ、日本という一つのマーケット市場が縮小していくとしても、需要と供給で考えた時にどの外国が必要となるのかという視点で考えていけばいいなというふうに思っています。まあ、現在日本に来られるその外国人技能実習生を国別で見てみると、まあ多い順に言うと、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、こういう順番となっています。まあ、その中で私が注目しているのはインドネシアです。その理由ですけども、5つほど理由があります。インドネシアを注目する理由の一つ目には、人口が2億7000万人、日本の2倍以上いるということ。二つ目には、国土面積が東南アジアで最大、そして天然資源が豊富であるということ。三つ目には、イスラム教徒が多くて、まあ、日本でハラール文化、ハラール食の需要があるということ。そして4つ目、親日国であるということ。そして5つ目、賃金水準がタイよりも安いということ。まあ、ベトナムよりもちょっと高いようですけども。まあ、こういう5点の理由によってインドネシアを、注目しています。これもですね、この中身もインドネシアに注目というのも、先ほど言ったこの、マーケット感覚を身につけようという、そのチキリンさんの本の中でも具体的に、もしも、若いならインドネシアに行っていたということを書かれていたんですね。どんな中身かというと、ちょっと具体的にこの本の中身を紹介しますけども、チキリさんがこう言ってました。将来、ビジネスや観光で訪日するインドネシア人が増えると考えれば、彼ら向けの旅行会社や留学や就職のサポート、私の場合は今考えているのは実習生のサポートですけども、イスラム教の人向けの食事や生活支援といったビジネスには大きな可能性が出てきますと。まあ、今の日本でインドネシア人向けのサービスがどの程度供給されているかを考えれば、インドネシア語ができることは英語ができることよりも安定した職業につながるかもしれないのですと。チキリンさんは20年前にアメリカに留学しましたが、もしもチキリンさんが今20代であれば、留学先はおそらくインドネシアになるでしょうと、この本で書いてあります。まあ、同級生の中から、まあ、現地のビジネスパートナーを見つけることで、まあ、日本人の強みを生かしたビジネスを立ち上げられると思うからです。まあ、特に、イスラム教のハラール食ですかね。そういうものや、お祈りの習慣などに興味がありますと。自分が今回話している中身を
ほとんど似たようなことをチキリンさんこの本の中で言っておられました。そうです、アフターコロナは英語よりもインドネシア語が必要とされて、それが新しいビジネスにつながると私は考えていますよ、まあこれからは、まあ英語が大事と言われ始めてもこう30年以上ぐらいになりますけども、まあ状況は変化し始めています。ですから私はとりあえず英語ではなくて、あえてインドネシア語に注目しています。まあ供給が少ないもので大きな需要があるのは何かという思考によって、そのビジネスを考えていくということが大事なんじゃないかなと思います。まあ言い換えると、まあ市場性の高い環境に自分自身を身を置くのがいい選択肢ではないかというふうに思います。まあ私も3ヶ月ほど去年ですね、そう思いながらインドネシア語を勉強しました。私が自習したインドネシア語のノートの写しをですね、空産ノートというブログに貼っておきます。まあこれをひたすら暗記すればですね、インドネシア語はそれなりにマスターできるというふうに思っています。インドネシア語というのはですね、世界の外国語の中で割とそのマスターしやすい言語というふうに言われています。確かに自分も勉強してみて、中国語やタイ語よりも覚えやすい言語、話しやすい言語だというふうに思います。ですから相当その外国語に対してなんかこう難しいなというイメージあると思うんですけど、学び始めると覚えやすいです。まあそういう意味でもインドネシア語を話せる、理解できるというふうになるというのは新しいスキルとして、短期間で身につくものではないかなというふうに思っています。まあこのインドネシア語のノート、説明欄にリンクを貼っておきました。若干500円という有料課金になってますけども、お安いんではないかなというふうに思っています。まあ同じチキリさんの本もですね、同じ本もリンク欄に貼っておきます。では、アフターコロナに向けて今から準備を始めています。皆さんもゴールデンウィークもどこにも行けない、ということがあると思いますけども、しっかりとアフターコロナに向けて、自分の力を蓄える機会とされるのはいかがでしょうか。そしてアフターコロナに、その種を咲かせて、実を刈り取っていくという戦略で、過ごされるのはいかがでしょうか。もしもよかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では失礼します。皆さんも良い一日をお過ごしください。